こんにちは、日野です。今回はメルマガの音声通信をお届けしていきます。で、3連続のちょっと音声なので、できるだけコンパクトにいきたいと思っているんですけれども、まとめ撮りという、ね、感じに今なっております。で、これは2019年の、今日ですね、リアルタイムでようやく追いついたというところなんですけども、2019年の2月の1日のメルマガですね。タイトルはインフルエンザ最強の対策と2月特別企画のご案内、寺方くんプレゼント企画という、ね、タイトルでお届けしました。でですね、ちょっとね、前回メルマガ音声の方ではお伝えしてなかったんですけれども、先日のその夕方、鼻水が出てきてね、こう寒気がしてきたっていうことで、その時にですね、こういう時こそ薬屋だなということで、妻にはですね、その夜店が終わってから、その節の力粒っていうのと万蘭根っていうものがあるんですけど、これもね、いいホットドリンクになります。ちょっと風邪気味だとか寒気がする時に非常にいいと思うんですけど、僕自身も夕方からなんか寒気がして、あれ、なんか妻に寒いって聞いたら、いや寒くない、今日は寒くないと、おかしいんじゃないっていうことで、で、あ、ちょっとなんか風邪気味なのかなということで、鼻水も出てくしゃみがよく出てですね、あれ、これなんかおかしいなと、そういうなんか体に変調をきたと感じた時にしっかり対策していくのが、一番こう進行をね、食い止める一つの秘訣じゃないかなと思うんですけど、僕自身もそういう風になった時はなるべく早め早めの対策っていうのを心がけています。で、昨日もそういう風にして、ホットドリンクを飲んで、その後、こういう時こそ薬屋だなということで、薬屋を使ったんですよね。で、何をしたかっていうと、もうとにかくあるものを使い倒したというだけなんですけれど、薬のハンカチ、これはフォレストインザシーっていうね、緑の、綺麗なミニタオルがあるんですけども、それをこうカッパみたいな頭に乗せて、で、その上からさらに薬のハンカチの、PB っていうね、ピンク色の、女性のスカーフにもなるようなハンカチ、52センチですから結構大きいんですよね。52センチ四方ということで、で、このピンク色のタオルを頭からかけてですね、さらに。で、首から背中にかけては、このフェイスタオルのタオの響きっていうね、ものを、こうマントみたいにかけて、で、薬への手ぬぐい、フラワーベシカっていう、これもね、非常に、こう、脳血流を上げるって言われてるものなんですけど、これを首のあたりに巻いてですね、やっていたら、これ非常にですね、体がこう、寒気がまず止まってきて、それから、上から頭上からエネルギーがドーンときてですね、非常にいい状態に、なってきたなっていうのを感じたんですよね。だから、夜中メルマガを書いてる間中ずっとその状態でいたんですけれども、むちゃくちゃな格好なんですけど、別に誰が見てるわけでもないので、いいやということで、そういう格好でやってました。で、家に帰ってからも、ちょっとこう妻がお風呂に入っていたので、その間、待ってる間に、読書しながら、マイカの岩盤浴の前で、また同じような格好をしてたら、娘にはですね、アラブ人みたいって言われてですね、で、妻には、お風呂から上がってきて、扉をガバッと開けた時に見て、大丈夫って、どうしたのっていうことで、もう頭が完全にこう、いかれてしまった、というふうに思ったのかどうかはわからないんですけど、そういうふうに言われてですね、非常にこう、変な格好をしてたと。いうことで、むちゃむちゃな格好なんですけど、これがね、本当にいい状態になりまして、で、寝る時も同じようにそれを、ハンカチ PB ですかね、これをお腹のあたりに巻きつけて、で、フェイスタオルを背中のあたりに敷いてですね、で、とにかく体中に薬で寝たら、朝本当にすっきり目覚められたんですよね。昨日の寒気が嘘のように取れて、で、鼻水も止まっていい状態になりました。だから、薬のおかげだろうなと思いますし、妻にも今日の朝ですね、良くなったのって聞かれたから、薬のおかげで良くなったっていうことを言ったら、薬のおかげって言われたので、昨日入れてくれたその、ドリンクがあったからっていうことをね、慌てて、付け足したということなんですけれども、そういうことがありましてですね、薬へ、実際やっぱり僕自身もそういうことがあって体験してみると、違いって、使わなかった時と使う時の違いは多分明らかに違うなっていうのをより実感できました。だから何かあった時には、
まあとりあえず薬へ、でもいいんじゃないかなと。まあ、薬っていうのは基本的にやっぱり副作用もありますし、薬だと根本的に治すものではないですよね。ましてや風邪薬っていうのはもう新聞でも効かないっていうふうに発表されてるわけですから、まあ、治すものではないという認識は持つ必要があると思うんですよね。だから僕も正直薬は全く飲んだことないですし、18、20ぐらいからおそらく飲んだことないですね、風邪薬とかは。まあ飲んでもあんまり意味がないんじゃないかなと正直思います。まあこういうとまたね批判もあると思うんですけれども、ただそれよりも大事なことはですね、自分の体の状態を整えていくことだと思うんですね。やはり風邪が引いてしまうとかインフルエンザにかかってしまうということは、それだけ免疫力が落ちてきたことでもあると思うので、そういうふうに見ていくとですね、しっかりと予防していく必要があるのかなと。まあその普段の生活習慣、それから食習慣っていう方を整えていくことを意識した方がいいですよね。何か薬とかワクチン頼りという意識よりも、まずは体の状態を整えていくっていうことが重要だと僕自身は思っています。で、まあ、全国で猛威を振るうインフルエンザということでご紹介したんですけれども、まあ、非常に今猛威を振るっているということで、まあ、過去最高を更新していると、全国的にもそういうことなんですよね。ですから、まあ、そういう意味ではですね、今一番ピークになってくるのかなと思うんですけれども、まあ、これもですね、過去最多の人数を更新しているということは、やっぱりそのワクチンとか薬があっても結局あんまり役に立ってるのかなと正直思うんですよね。で、むしろ現代人の免疫力が衰えてきてるんじゃないかっていうことを思うんですよ。で、それはじゃあどこに原因があるのかっていうと、まあ、いろんなこう要因はね、一言では言えないと思うんですけれども、まあ、生活習慣、食習慣っていうと、まあ、ありきたりですけれども、それからあとは抗菌剤の使いすぎ、菌を殺してしまっているような生活習慣になっていると思うんですね。だから抗菌剤を使いすぎて、菌がやられてしまっている、必要な菌まで殺してしまっているってこともありえますよね。だから守ってくれる菌がないと、だから免疫力は弱ってしまう、まあ、そういうことも一つ考えられると思いますし、まあ、そういう意味ではね、普段の生活習慣、食習慣がまず大事で、まあ、その後ワクチンを打つか打たないかっていうのは個人の自由だと思うんですね。だからそれをすることなくワクチンを打ったから大丈夫っていう認識ではちょっと難しいと思うんですよね、予防するのは。で、まあ、たまたまフェイスブックを見てたら、宇川さん、本物研究所の宇川さんっていう宇川社長がいらっしゃるんですけれども、まあ、その方も、タキイオンメディックっていう商品を扱っておられて、でいろいろ情報を提供してくださるんですけれども、その中で、タキイオンメディックがですね、そのインフルエンザのウイルスに対して、実験をしたっていうようなことが書かれていたんですね。でそういえばなんですけれども、僕自身も昨年、の10月11月くらいから今年にかけて、まあ、家族も全く風邪とかインフルエンザにもかかってないですし、いい状態を保ててる、まあ、その一つの原因、まあ、要因としてこのタキイオンメディックを、まあ、自宅と店にかけっぱなしにしてるっていうのもあるのかなというふうに思うんですよね。で実際にですね、その製造元のアップドラフトさんっていうところのブログがあるんですけれども、そこでこういうふうに述べられていたんですね。タキイオンメディックのご愛用者より感謝の声が多い、インフルエンザにかからなかった、家族にうつらなかったなどの声はよく聞きますが、本当にそうなのかななんて思う方も多いでしょう。今回北里大学北里環境科学センターウイルス科のご協力のもと、タキイオンメディックの効果を実証いたしました。まずは付着インフルエンザウイルス不活化試験ということで、タキイオンメディックの効果がグラフで分かるように効果が現れました。まあ、これはちょっとね、ブログをご紹介いただいたので、図とか、ちょっとここでは見ていただけないんですけれども、まあ、機会があればちょっと見ていただいて、グラフを見ても明らかに効果が出てるっていうのが分かっていただけると思います。それから、冬インフルエンザウイルスの試験ですが、こちらもグラフを見ていただければお分かりの通りです。明らかに効果があるっていう結果が出たんですね。だから皆様に支持されて16年、タキイオンメディックはまさに室内環境の警備隊っていうふうにおっしゃっているんですけれども、まあ、そのようにですね、家の中、
でそういう感染を極力防御してくれるっていうのがこのイオンメディックじゃないかなと思うんですね。まあ、実際に付着インフルエンザウイルスの不活化試験と浮遊インフルエンザウイルスの試験においては共に効果があるっていうことが判断されたということですから、まあ、そういうふうに見ていくとこの多機イオンメディックの恩恵を、まあ、僕たちの家族も受けているのかなということを、ね、思うんですよね。だから個人的にな意見なんですけれども、インフルエンザ最強の対策っていうのはワクチンを打つことではなくて、まあ、この多機イオンメディックをかけっぱなしにしておくだけでいいと、いうことを、ね、感じます。あとは生活習慣と、食習慣をやはりこう整えていくことだと思うんですね。自分の体、自然治癒力、自己免疫力が、ある場合はかかりにくい状態になっていくと思いますので、やっぱ自分の状態ってすごい重要ですよね。まあ、そういうことでこの多機イオンメディックっていうのもね、うまく活用していただければいいなと思いますし、まあ、これから花粉の時期にもなってきますので、まあ、そういう意味でも、こういうものを使っていただくとね、非常にいいんじゃないかなと。で、空間をマイナスイオンの空気に、空間に一変してくれるということで、それから同時にマイナスイオンを取り込んで体の電子を活性化してくれる、まあ、電子の補給にもなるということで、空間改善アイテムにおいては、もう究極系のものになるんじゃないかなというふうに僕自身は感じています。で、あとはですね、最後にというか、思いつきでの企画でもあるんですけれども、まあ、1月のですね、新春特別企画、昨年12月の、企画っていうのがね、無事終了いたしまして、まあ、次また何かしようかなということを考えていたんですけれども、少し前にですね、出てきたアイテムがあって、あ、これをちょっと使わせてもらおうかなということで、まあ、本当に思いつきでノリでちょっと やろうという企画なんですけれども、2月、まあ、今日からですね開催させていただくということでご案内をさせていただいたんですけれども、このプレゼントさせていただくものがですね、丸山伸弘先生と、それからニュージーさんっていう、これはテラヘルツ、まあ、バレルクロアで有名な会社になるんですけれども、ニュージーの大津さんっていう大津社長のコラボ企画で生まれた、企画で、テラヘルツとカタカムナを融合ドッキングさせたテラカタくんというアイテムがあります。で、初め僕テラタカくんだと思ってたんですよね。でもよく見たらテラカタくんだと、非常になんか読みにくいなという名前だなと思ったら、テラヘルツとカタカムナのカタ、テラヘルツのテラとカタカムナのカタをね、合わせたという非常に単純シンプルな名前名称になっているんですけれども、まあ、そのまんまだということなんですけど、テラカタくんというねものが出てきてます。で、これは特別のテラヘルツ、まあ、これは11エンドという最高の、純度の、テラヘルツがあるんですけれども、それを練り込んだ紙にカタカムナ文字を、印字したものだっていうことで、本当にこう見た目は名刺サイズの小さな、カードというか、そういうタイプの紙なんですけれども、それが6枚入ってて、5種6種7種と、各2枚ずつ、5種6種7種が各2枚ずつ入ってます。で、さらにすごいのは、このカタカムナの正のカタカムナ、まあ、表のカタカムナだけじゃなくて、丸山伸弘先生が見出した裏のカタカムナっていうのも、まあ、表裏に印字されているということで、この表と裏を一体化させることで、まあ、よりパワフルになるっていうことが分かっているんですね。ですから、そういうふうにして5種6種7種を表裏、印字してそれぞれ作り上げたというものになってます。で、初めはちょっと僕自身も正直甘く見てたんですけども、非常にこれパワフルだっていうことが分かってきましてですね、実際使ってみると、まあ、神っていうのはやはり神様の神にも通じますし、これしかもそれにテラヘルツが練り込んであるということで、これはかなり考えてみたらすごいなということで、それプラスカタカムナですから、そのカタカムナの歌弾きの振動をテラヘルツの振動とともにこう広げていってくれる、空間に広げていってくれるものじゃないかなっていうことが言われているんですね。で、まあ、これで実際僕自身も手に持って瞑想してみたんですけど、非常にこう強いエネルギーが来るのが感じられました。で、特に第三の目、この消化体のあたりが、ムズムズするというのか、ジンジンするような感覚を瞑想しながら覚えたので、これはなんかすごいパワフルだなっていうのを感じたんですね。で、まあ、波動チェックを自分なりにこう潜在意識に聞いてしてみると、プラス19という
数値、あくまでこれ個人のね、僕の勝手な測定なので、参考の値として絶対値では全くありませんので、信用しないでいただきたいんですけれども、一応プラス19という数値が出ました。で、これはプラス19っていうのは、プラス21が最高値ですから非常にいい数字なんですよね。だいたいものだとプラス16以上だと非常にいい波動っていうふうに僕は捉えてるんですけど、だからプラス19っていうのは、まあ、最高値に近い数値ということで非常にいいんじゃないかなというふうに思います。で、ただしですね、まあ、最近ちょっと気づいたんですけれども、その場によって物の波動が変わってくるっていうのが あるなというのを感じているんですね。実際にその、例えばなんですけど、汚れ地のところに物を置いておくと、その物も当然ながら悪くなっていくっていうのは想像できると思うんですね。逆に癒しの地に置いておくと、そこにいる物とか空間も良くなっていくと。だから波動値が上がるっていうのは、まあ、理論上としては考えられるんですよね。でそれを実際にやってみると実際変わっているというのが最近分かってきたので、でこれもですね、寺方君っていうのを店にあるその今手にしている波動を教えてくださいっていうと、実はプラス21を示すんですよね。だから最高値じゃないかということだったんですけど、まあ、その前にですね、もしかしたら波動がこの場に置くことによって上がってるかもしれないっていうことで、その元々の波動、つまりできた時の波動を教えてくださいっていうように言うとプラス19を指したっていうことなんですね。だから多分元はプラス19なんですけれども、店に置いておくことで、プラス21になったというふうに考えられるんですけど、まあ、これはあくまで僕の勝手な測定なので、話半分で聞いてください。まあ、そういうことでちょっとね、そういうふうにしか言えないんですけれども、まあ、そういうことがあると、場によって波動が変わってくる。だからいい場のところで買うものを買ったりするっていうのはある意味いいことなんですよね。あるいは汚れ地で あまりそういうものを買わない方がいいという言い方もできるかもしれないんですけれども、やっぱその場の波動っていうのは、物とかその場にいる人に大きな影響を与えるっていうことなんですよ、結論言えばね。で、まあ、その寺方君っていうのは非常に、この波動値が高い、でしかもプラス21になってますので非常にいいんですけれども、まあ、今回これを、2月の特別企画ということで1ヶ月間、企画プレゼント企画ということで、まあ、ご注文の金額に応じてということになるんですけど、まあ、本当に、ね、こうささやかなプレゼントで申し訳ない気持ちもあるんですけど、まあ、何もしないよりはいいんじゃないかということで、ただこの1枚1枚だけでもすごく、正直パワフルです。この寺方君っていうのは、まあ、すごいものを作ってくださったなということで、まあ、この6枚入りでお値段は1200円の税別ということなので、非常にこうある意味価値がむちゃむちゃあるんですよね。それでこの価格ですから、まあ、バレルコアとかだともう何万っていうふうにしますけども、これだったら6枚でこの1200円税別ですから、非常にこうお手頃な価格なんですね。それにも増して、パワフルだ、非常にパワフルだということなので、非常にいいんじゃないかなということですよね。でこれを、ご注文の金額に応じて、まあ本当単純にですね、1万円ごとに1枚プレゼントさせていただこうということで、まあ本当にささやかでね、すいません、申し訳ない気持ちもあるんですけど、まあでもちょっとね、何か、特典があればいいんじゃないかなということでさせていただきました。2万円で2枚、当然5万円で5枚、10万円で10枚、100万円で、100枚、1000万円で1000枚というふうに、ね、計算になります。まあ制限はありませんので、一応そういうことになるので、まあ、1000万ももらってもね、どうしようもないということあるかもしれないんですけれども、まあこれはお守り代わりにもなりますし、いろんな方にこう、差し上げても喜ばれるんじゃないかなと思うんですよね。こう大事な人とか家族とかにも使っていただくといいですし、あるいは空間に置くといいですよね。空間の、四隅に置くっていうのも空間を浄化する力になるんじゃないかなと思うんですね。だからそういういろんな使い方ができますので、まあ、正直何枚あってもいいんじゃないかなと思います。財布に入れてもいいし、まあ、瞑想するときに手にしてもいいし、服の胸ポケットに入れてもいいし、ポケットに入れてもいいし、あとカバンに入れといてもいいでしょうし、で、ちょっとこう何かビニールかなんかに包んでコースターみたいにしてもその物の波動を
上げるような肩かまだですから、まさにこれ薬柄なんですね。だから薬柄ですから、あと体に当てるのも非常にいいということで、まあ、これはちょっと明日の次のメルマガで上げさせていただこうと思ってるんですけど、丸山先生が首に当てるとこう改善した、首の痛みが改善しましたっていう体験談を掲載している動画があるんですよね。まあ、そういったものがあったりですね、体に当てるっていうのもいいと思います。まあ、カタカムナの、この渦を巻く文字歌碑がですね、非常にパワフルになってますので、ここからもエネルギーが当然ながら出てるんですね。それプラステラヘルツですから、まあ、非常に考えてみたら、そういう体に当てるのにも非常にいいと思うんですよね。ちょっと調子が悪いなというところに、当てていただくことで、まあ、手当てになると思いますし、とにかくね、アイデア次第でこれいろんな使い方ができそうです。だから逆にこういう使い方をしてみましたとか、こういう使い方が良かったですっていうのがあれば、これからどんどんねフィードバックしていただきたいなと思うんですね。そういう意味で楽しみに楽しみながら使っていただけるんじゃないかなというふうに思っています。まあそういうことね、でね、これをプレゼントさせていただこうということで、まあ5種6種7種の3種類ありますので、例えば1万円の方は、何がいくかわからないですけど、ちょっとその選択は不可ということで、何が来るか楽しみにしていてください。で、例えば3万円だったら3枚ですから、その場合は5週6週7週が行くようにさせていただきます。5週3枚来るよりはね、別々の種類来た方が絶対いいと思いますので、5週6週7週ということで使ってみてください。で、まあ、この寺高くん、あ、じゃなくて寺方くんですね。どうしてもなんか寺高くんっていう風なイメージな僕はなっちゃってるんですけど、寺方くんですね。寺方くん、この寺方くんっていうのは今の現状としてプラス21になっているので、まあ、最高波動値でこれでいいかなとは思ったんですけれども、新春特別企画でさせていただいた根付け、ごめんなさい、年末の企画ですね。年末の企画でさせていただいた根付けの高波動処理に対して使っているものがあるんですね。で、これを使うことで、まあ、プラス21波動、最高波動値になるというものなので、まあ、その寺方くんですね。また間違えましたね。寺方くんはプラス21になっているので、まあ、そのままでもいいのかなと思ったんですけども、その高波動処理のそれを使うと、またその変わってくるのかなとふと思ったんでやってみたんですね。で、まあ、この高波動処理に関してはまたいずれご紹介できると思いますので、もうちょっとね公開できるのがお時間いただくと思うんですけれども、まあ、2月中に早ければご紹介できると思います。で、この寺方くんを、その高波動処理のものを使ってしてやると、まあ、当然もともとプラス21になってますから、波動値としてはそのプラス21なんですけれども、ただ年末の時にメルマガでも上げさせていただいたんですけど、プラス21って言っても実はその中で、差があるんじゃないかっていうことなんですね。プラス21の無限の領域がまた広がってるんじゃないかということで、まあ、これは、年末の最後のメルマガでも述べさせていただいたんですけれども、通常の波動値、まあ、っていうのはこの波動機器で言うとプラスの21からマイナスの21まで表されるのが通常なんですけれども、ただまあ、これはどういう波動機器なのかちょっとわからないんですけども、ニューマックスという波動機器があるそうで、これはですねプラス200からマイナス200まで計測できるという機械なそうなんですね、波動値が。で、まあ、プラス21というのは、試験で言うと100点だと、でも100点と99点の違いっていうのは、まあ、99点は99点ですけれども、100点は無限の実力だっていうんですよね。で、100点ということは105点も200点も全て100点と表示される、プラス21と表示されると、そのニューマックスっていうのは100点のものをプラス200までの違いを測り取れる波動機ですっていうんですよね。だから同じ最高値であってもそこに本来差があるんじゃないかということなんですよね。これはでも考えてみたらその通りなんですよね。まあ、実際それは当然上下はあるでしょうし、そこにまた無限の領域違いが出てくると思うんですね。まあ、そういう意味で、今回その寺方くんというのはプラス21にはなってるんですけども、またその高波動処理のやつで、するとですね差が出るんじゃないかなとふと思って、まあ、やってみたわけです。まあ、そうしたら結果としてやはり差が出て、実際にまあその
潜在的な波動値っていうのは、その波動処理をしてやると2倍ぐらいの力、パワー波動値が出たんですね。これもあくまで測定なんで話半分で聞いていただきたいんですけれども、そういうことで、それだったら当然処理した方がいいなということで、この寺方くんもですね、その高波動処理のやつでさせていただいて、それをプレゼントさせていただこうということにしてますので、よりパワフルな寺方くんっていうのをね、ぜひ使っていただければなというふうに思います。で、今回これ販売も当然ながらしていますので、寺方くん3種類2枚組で1200円税別ということになります。で、これも波動処理、このままでも非常にもうほぼ最高値が出てるんですけど、さらに潜在的にパワーを上げるということで、この波動処理をさせていただきます。ですから、よりパワフルな寺方くんっていうのをですね、ご購入もいただけるようになっていますので、ぜひ活用していただければなというふうに思っております。ということで、今回も、ちょっと長くなりましたけれども以上になります。ありがとうございます。そして、今日のエンディングテーマということで挙げさせていただいたのは、井上翔子さんということですね。僕がいるから大丈夫という曲だったんですけど、井上翔子さん、まだね、この方も活動、40代ぐらいになってると思うんですけれども、もしくは40代か50代近くですかね、ちょっとわからないですけど、まだライブとかもされてる、みたいです。ただ20この方が20代ぐらいの時、僕が本当に若い、今から20年ぐらい前ぐらいに非常に活躍されていた方で、いろいろ時々僕もよく聞いてた方なんですよね。ちょっとアイドルみたいな感じなので、僕が聞くには恥ずかしい部分もあるんですけれども、非常にこういい声をされてるなということで聞いてました。ということでね、今回は以上になります。ありがとうございます。